車の中で こんばんは、ケイ熊川でございます。憎しみレコーズからお送りしておりますプライベートカーセックスラジオ、第18回でございます。今日は2021年3月19日金曜日でございます。何から、お話しましょうか。普段この通称 PCR プライベートカーセックスラジオ、ケイ熊川が憎しみレコーズからお送りしております。この放送は普段は土曜日の夜に、YouTube を使って配信をしているんですが、今回はねちょっと趣向を変えまして、今日金曜日の夜でございます。おそらく、今撮っているのが夜に21時22分、9時過ぎでございますので、おそらくこの後いろいろ編集をしてアップするのが日付をまたぐのかもわかりませんが、お付き合いください。あーさすげーくまでございます。ちょっと近況、まあちょっとね私事でございますけども、プライベートの方でちょっとバタバタしている日々が長く続きまして、疲労困憊ありながら、なんとか、ちょっとツイッターの方でもね、こう疲れが溜まって、俺自身体調崩してみたいなことを、のたまったりしたんですが、もう早くに、俺自身は体調を持ち直しまして、大丈夫です。ありがとうございます。まずその、なぜ金曜日の夜に、こうやって撮っているのかと申しますと、明日土曜日がね、いつもこの話をアップしている明日土曜日が、今回はちょっと俺自身ね、ライブの出演の予定がございまして、明日、3月20日土曜日にね、ライブに出るんですよ。こちらの方は、3月20日土曜日、トンタの森で会いましょう。第8回目を迎えます。舞出し、こちら福岡市東区舞出しにございますブローインニューソウルという箱で、今年もなんとか、開催されます。トンタの森で会いましょう。岡村ボタンさん、シンガーソングライターの岡村ボタンさん主催のイベント、今回で8回目を迎えます。こちらにね明日出演をさせていただきますんで、それがあってね、ちょっと一日ずらして一日早く、更新ということになんとか、しております。明日のイベントはね、トンタの森で会いましょう第8回、東区福岡市東区舞出し、ブローインニューソウルにいて、出演が、岡村ボタン、上村健二、そしてケイ熊川でございますね。18時開演、20時終演予定となっております。2000円で、ワンドリンク付きですね。ワンドリンク代が込みで2000円というチャージになっております。お越しいただく方、新型コロナ感染症、対策予防にご協力をお願いしますとのこと、よろしくお願いいたします。そうでね、ここのところ本当もうずっとバタバタしておりまして、かねてからね、前々回の放送でも述べたかと思うんですけど、
ね、このトンタの森で会いましょうというイベントの出演に合わせる形でね、本来明日ね、3月20日に音源を撮って出そうっていう、あの青写真があったんですよ。でその準備をしながらっていうのがあったんですけど、それがちょっとねプライベートの方でちょっとバタバタしまして、これはもう言い訳不能ですね、バタバタしましてっていうか、まあ自己管理能力のなさ、ですね、すいません、ちょっとこのリリースができそうにないっていうのが途中で分かってきて、ねなんとかなんとかみたいなことでだいぶね、時間を作ろうとはしたんですが、ちょっとかなわず、間に合いませんでしたと。でね、その出そうと思ってた音源っていうのはシングルでして、でそれがその明日催されます、トンタの森で会いましょうというこのイベントにね、俺が初めて出演させていただいた2年前、2019年ですね、その時にこのイベント「トンタの森で会いましょう」のために書き下ろした曲というのがありまして、で、あくる2020年にも同じくこのイベントに出させていただいて、その時にももう一曲、曲をこしらえたんです。でその2つの曲をねシングルにして、で今年のイベントに持っていこうという心づもりだったんだけど、間に合わず、それが、シングル花の小道でございますね。花の小道という曲は今までね、トンタの森で会いましょう以外でもいくつかの、ライブで何度も演奏したことがある曲なんですけど、ちょっとそのね、個人的にもいろいろ、なんて言うんでしょう、新しい試みってわけじゃないんだけど、俺のままなんだけど、ねえ、これまでとは違う試みが入っている曲ということで、この花の小道という曲、2019年に書いた花の小道という曲と、2020年に書いた口なし子というこの2曲をねシングルにして、本来は今年の明日ね3月20日のこのトンタの森で会いましょうに合わせてリリースするはずだったんですが、間に合いませんでしたという話でございますね。無力と思いながら、なんとかライブをやってやろうと思いながら、今日昼間ちょっと腰を今度は痛めまして、ね、腰をぐきってやりまして、今湿布を貼りながらそれでもこう座ってると痛いんですけど、明日どうやって俺ギターも抱えていくんだろうって考えながらね、やってるんですけど、でね今日昼間ね、少し時間があったんです、少しだけ。でその1時間2時間ぐらいの時間で、できることをねその瞬間に考えて、もうこれはあの花の小道、そのシングルにする予定だったね花の小道を一発撮り、もしくは何かの形でね、自分本来はこのシングルをね、あのきちんとドラムスが入った、バンドのアンサンブルで演奏した、そしてゲストも迎えてって本来思ってたんですよ。でそれでそのゲスト来ていただく方とかにも話を通してね、リハーサルをしてレコーディングをしましょうみたいな話まで進んでたんですけど、この俺のちょっと身の回りでねちょっといろいろありまして、その他の時間が取れないと。なので一人で花の小道を録音したシンプルなものを昼間空いたその
1時間2時間で撮れないかっていうのを思いついた瞬間に、試みてみたんですよ。うん。で、花の小道を撮って、なんとか、これがね、だから、本来シングルとしてリリースする予定のものに近づけることはもう最初から予想と思って、これはね、だから、花の小道、プライベートカーセックスラジオエディションのようなものを撮ったっすよ。昼間、今日の昼間の話です。つまり昼間思いついて、昼間の空いた隙間時間で撮って、ミキシングをしてマスタリングをして、でそれをこれからかけてみようかと思ってるんですっていうところで、なんとか間に合わなかった言い訳なんですよこれは。これで勘弁していただけないかと。つまりあの真面目にやってます。花の小道を、2020年の年末にねリリースいたしまして、狭い界隈でございますけども大変に好評いただいた俺のアルバム、昨年末に出したプライベートカーセックスという音源ですね。あのプライベートカーセックスと同じ方法論で花の小道を撮ってみましたっていうものなんですよ。なのである種、プライベートカーセックスのボーナストラックとも言えるし、はたまたこのラジオをやってることで思いついたアイデアなので、プライベートカーセックスラジオエディションとも言える花の小道。普段ライブでやっているものと比べるとね、思いっきり1オクターブ下で歌ってるんで、だいぶ趣が、違う部分あると思いますけどもね、これを聞いていただいてね、そのトンタの森で会いましょう、トンタの森で会いましょうっていう明日行われるイベントの趣旨というものは、それぞれ、この曲を聴いてもし何か感じることがあったらググっていただいたりね。トンタの森というのは、福岡にある朝倉の方ですね。トンタの森平和花園って今公園になっているんですけども、そこで起こったことを取材にしたライブイベントを、シンガーソングライターの岡村ボタンさんが毎年ライブイベントという形でトンタの森で会いましょうと銘打って、催されております。それに俺は賛同して手を挙げて、明日歌いに行かせていただきますんでね。なんだろうな、いろいろね、それぞれやり方、生き方、考え方、望み方、叶え方ありますが、なんだろうな、やっぱりそのね、子供は美しいものだと腹の底から思います。ちょっとかけてみましょうかね。そしてこの放送も、シュッと終わってみましょう。明日、もう一度最後に少しだけですね、2021年3月20日土曜日、福岡市東区前田市にございますブローインニューソウルにて開催されますトンタの森で会いましょう第8回18時開演となっております。予約がね、ちょっと席に限りがあるとはいえ、席が埋まってるのかどうかは俺存じ上げてないんで、一応多分コロナ新型コロナ感染症対策ということで、
席数に上限を設けてあると、入場数に制限を設けてあるというようなお話伺ってますので、この前出しのねブロウィンニューソウルの会場の方か、主催者でございます岡村ボタンさんにもしお時間あってっていう方いらっしゃったらね、ぜひともお問い合わせいただきたいと思います。ありがとうございます。ケイクマガでございました。それでは最後に、先ほどレコーディングしました、ね、ケイクマガワで、花の小道プライベートカーセックスラジオエディションというものを最後に聞いてみてください。うーずーすうーずーす。あ、止まっただけだ。うん、行くんだよ、行くんだ。いいか、スイッツはオーケー。花の小道でございます。ドゥルル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 ルI'm not afraid to die.
丈夫花。それでは皆様、良い週末を。